はい、皆さんこんにちは、海王まりのでございます。今日はですね、先日のニュースで暴力団総長逮捕ということで、司法書士を介してですね、虚偽の登記申請を行ったということで、公正証書原本不実記載罪で逮捕されました。で、どういったことかと言いますと、その暴力団のですね、組事務所ですね、不動産がございまして、それはですね、実際贈与であったにもかかわらず、信託を原因として所有権移転の登記を、司法書士を介して行ったと2019年5月に、そういった容疑で逮捕されました。で、どうしてこういうことをしたかというと、贈与の場合だとですね、贈与税がかかってきてしまいまして、信託だとかからないからということなんですが、ちょっとね不可解なことも多いなと思いました。で、何よりもですね、今日これ取り上げたのはやはりですね、その不動産の贈与税がかからないためにですね、信託を原因として移転させるというのは、普通のですね一般的な感覚じゃないんですよね。これは司法書士にかなり責任があると思うし、もしくはですね司法書士の入れ知恵の可能性も高いということで、結構悪質だなと思ったので取り上げさせていただきます。で、贈与と信託の決定的な違いというのはですね、信託というのは一般的にその商品の質としては金融商品として分類されます。で、一方で普通のですね不動産って実物現物そのものは不動産扱いでして、信託の場合はですね、委託者と受託者がいて、委託者がですね不動産をじゃあ信託しますよってことで、受託者にですね移転をさせます。で、この時は所有権移転するんですけれども、実際ですねこの受託者が、その不動産で得た収益というのは委託者兼受益者と呼ばれる人にですね還元するのが通常なので、信託の世界ではですねこの受益権そのものに価値があると思われているので、不動産そのものは移転しているというふうには考えないというのが原則だから、すごいちょっといろいろ回りくどく説明していましたけれども、税務上ですね信託にすると贈与税はかかりません。ただ単純に、贈与を原因とする移転だと当然かかってくるということで、ここを恐れてですねこの物件に関しては1000万の贈与税、税金がですねかかってくるという、そういった価値のある物件だったということなので、これをですね手元資金当然暴力団融資とか受けられませんので、かけたくないということで、贈与を選ばずにですねあえて信託にして、移転させたんじゃないかということなんですけれども、なかなかですねその普通では考えつかないスキームでありますし、あとですねその信託をしたからといってじゃあその後って別に何て言うんですかね、またさらなる売却とか贈与ってできなくなるんですよ、信託すると。だからそのいまいちですねその出口、どういった出口にしようかっていうのは意図は分からないんですけど、詳しくも載ってないのでね、ただ今目の前で発生する1000万円を嫌って、信託にして、移転させたというのは、可能性は高いのかなというところです。移転させたところでその人に証券あるかって言ったら、そう信託ってちょっと性質が特殊なのでどうなのかっていうところなんですけれども、いずれにしてもですねその取得税、不動産取得税を逃れるためということなんですけれども、司法書士がですねこれで絡んでいるというのがやはりですね残念なところであると思います。司法書士はですねそもそも反社会的勢力の方のですね手続きに関して力を貸していいのかというのも、そこも当然疑問もありますし、あとですね意思確認という点でやっぱり信託というのは結構ですね実務やってる人であれば分かると思うんですが、かなりですね重たい手続きになります。で、話を聞いてればですねその信託をしたい趣旨等々、絶対にですね見えてくるわけですから、この司法書士はですね間違いなく知ってやっている可能性っていうのは高いので、今後ちょっとね調査とか入ったりとか、悪い最悪の場合はですね懲戒とかになったりする可能性があるんじゃないかなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はですね結構ね日々仕事をしているとですねその暴力団かどうかっていうのは当然ですね一目見てその見た目から分かれば簡単なんですけれども、やっぱりそうじゃない場合っていうのがたくさんあるわけですよね。反社会的勢力っていうのはどこにいるか分からないわけですから、そういう人物と関わらないためにもですね当然資料っていうのは徹底的な、ね、意思確認っていうのは求められますし、この司法書士に関しては故意なのかねちょっと過失なのか分かりませんけれども、ちょっとしかるべき対処っていうのは、処遇っていうのはあるんじゃないかというふうに思っております。はい、ということで、皆さんも反社会的勢力と知らず知らずのうちに関わる可能性もありますからね、本当に気をつけたいところだと思います。ということで皆さん今日は以上でございます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。